一部と全部した。ああ、いい。一部と全部した。叫んなよ。暑すぎだろ。ガチ燃える。これで26度だから怖い。これで30度超えたらもうね。だってあと10度ぐらい上がるんでしょ。溶けちゃう。冷房つけてる。ガン付けよ。あ、ガン付けしてんの。なんか電気量が上がるらしい。電気代？電気代上がるらしい。じゃあもう車の中いるしかねえじゃん。そうそうそう。車の中で冷房ガンガンにするしかねえ。ガソリンの方が安いかもしれない。見て、こんがりしてる方がかっこいいですからね。本当に皮ベロベロじゃねえかよ、こんがりして。暑い。腹減った。食ってないのお前。食ってないよ。朝食わない系？違う、家事いろいろしてたら時間なくなっちゃった時間配分下手くそやん。違う、やることがいっぱいあるんだよ。洗濯もして、干して、畳んで、洗い物して、掃除機かけて、布団パッパしてね。大嫌いな窓開けの換気もして。窓開けの換気はしない。自分担当じゃない、それは嫁がする自分は一人暮らしの時はね、34年住んでて1回も開けないぐらいのやばいって。虫が入ることを恐れてね。だけどやっぱ開けるからさ、虫が入るわけよ。でもそうすると2人で夜「あ、虫」とか言う。びっくりした。そうすると強っで一撃で仕留める。強っ。お前何もうビビっちゃったな。いやもう普通に傍観ヒーヒーもんだお前も。びっくりしちゃった。そんなに虫ってすぐ捕まえられるんだと。頼もしくてよかった。でっか。ああいうさ、巨大な犬とちっこい犬ってさ、なんか絡みが可愛いよね。最近 TikTok でさ、そういうアカウントあって、シベリアンハスキー2匹とポメの。お前癒し足りてないんちゃうん、そんなん見て。だって本当可愛いなって。そりゃそうだ。本当可愛いよね。お前も早く。いや俺ね、飼えないと思った、ペット。なんで？いやあんまいいねいないからさ。あんま家にいないと立ってるのかわいそうよ。だから結婚したらだね。え？結婚したら買う。お前髪染めた？うん、そうそうそう。そうだよ、かっこいい。ライオンみたいになってるよ。イメチェンしてますから、イメチェン。すげえ。なんかまあ、あんだけ伸ばす伸ばすって言ってまた切ったんじゃん。そうだよ。切ることに次ハマった。やっぱそのいろいろな場面にこう合わせてから対応していかなきゃいけない。あ、やっぱだからやっぱ周りに合わせるってなると髪の毛長いのは。毛が悪いから、そうね。髪の毛短く切った方がかっこいいって言われるから。だからやっぱそうでしょ。やっぱそこは民たちの意見に従おうかなと思って。民たちのね。そうこれは今どちらに向かってるんでしょうね。ワイ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  G ワイワイ G ワイワイ G。 ビッグバンが所属してたそう事務所、韓国に向かって Y 字だろって。結構博識なとこ引き出しちゃった今。いろいろ知ってますか。で、代々木では何がお召しになれるんですか。 B よ、 B。 あ、バーガーね。あ、 B またバーガーね。 B 今回クラフト B。 なんかね、クラフト B って何？クラフトビール？違う、なんかクラフトバーガーっつって全部全てを店で作ってるんだよ。どういうこと？牛も育てちゃってるとさ。そう、牛育ててトマトとかも栽培しちゃってるってこと？なわけねえだろお前。じゃあおかしいやんけ。ちげえよ、パンとかの話だよ。パンこねて焼いて膨らましてんだろ。膨らましてんだよ。空気入れてシュポシュポっつって。そうだよ。でも正直今まで行ったとこ大体全部一から店で全部作ってると思ってたから、その違いは多分分かんねえよきっと。分かんだよ。もう何年バーガー食ってると思ってんだよ。2年ぐらい。30年生まれてからすぐ食ってる。安いグルメバーガーではなく、ファストバーガー、フードバーガーの最高峰が目標だって。まあ自分でこうやってハードル高めていい戦いになりそうだよ。じゃあちょっとお手前拝見しに行きましょうか、うん、マエストロ。テイクアウト。バーガー買って代々木公園でピクニック来ました。あそこ空いてる。ほら、あそこいいぜ。お、日当たりあるやん。あ、でもあそこ日陰やん。目の前。あ、ほら。ビビってんの？ビビってるよ。だっておにゃんたまたちがピクニックしてる中、なんで30の男がピクニックしてるんだよ、2人で。カップルがピクニックしてる。やばいって。気まずいって。スマイルSP。デブって書いてない。SP っぽいから。え？もう一個デブって書いてない。スマイルって書いてない。TT マーク。あ、すごい。ほら。結構分厚めじゃない？テープが包装紙となんか分かりないカモフラージュされてる。アンブレラ社だね、このマーク。これパン四角いタイプ？四角いタイプ。当たり前よ。すごっ。これがスペシャル。いきますよ。いい。あ、すごい。髪色がなんか自然にマッチしてる。虫みたいについてる。気持ち悪い。食べちゃった？だけよ。クラフトバーガーの意味わかる？あれでしょ、全部自社製品でしょ。そうだから、それを感じる。あんまりわかんないな俺は、詳しくないから。でもパンがサクサクでうまい。ほんと？これ出ちゃうんじゃない？ミニチュアサイコーいただきました。美味しい。めっちゃなんか肉々しい。味付けがしっかりしてる感じ。油が浸透。二重でやってくれてるのが良心的。これね、あれチーズの油がすごいんだよ。ぶっ飛ぶだもん。ほらこれ大丈夫？カロリー肩で死なないお前。ないかもしれないこれ。今日もう食事これだけ。夜ご飯いらないんじゃないの？ダメ、嫁が待ってるから。いいの俺も。あ、ダメ。見て。え、すげえ。チーズすごい。野菜な。え、野菜な。お前野菜な。デブすぎる野菜な。これはやばいでしょ。いくぜー。足りてないって。可動域足りてない。上のパン、上のパン。うわー。マジで肉すごいね。やばいこれ。なんかね、パンもサクサク超美味しいね。なんか四角だから食パンみたいな。これね、なんかもうチーズの海に飲み込まれてる牛を助けた時にお礼の頬肉だよ。お礼に一部もらっちゃったみたいな肉。うまい。これクラフト感ある。わかんの？わかんない。バカ舌やん結局。すごいね、リーズナブルでね。うん、1200円でこれは。これでね、それが1000円。なんか今までよくバーガー屋行ってたけど、結構高いやん。1800円とかする。1個2000円とかするやん。半額。すげえわ。危ないんじゃねえの？ちょっと安すぎて。え？段ボール？段ボールがね、人肉とか。うめえからいいや。いい天気だな。そうでな、なんで俺はおめえとこんなところでピクニックしてんだよ。楽しいな。おかしいだろ。ほんとはおにゃん玉とかと一緒に来てたら楽しい。行くやついんの？いない。残念ながらです。最近だから私はスピにハマってます、ちょっと。スピッツ系ね。そう、タロットとか占いとか。ああ、チュアル系ね。あれを、まあ、こう流しながら麻雀やったりとかできるやん。そしたら、6月双子座運勢いいです。私双子座なんてもう激モテのゾーン入ってくる。これから？そうだから髪を切ることになったってこと？12年に一度の一番いい運勢来てる。6月は。いいね。だからやばいよ俺。だからもう結構将来安泰？安泰ね。もう安心をしちゃってる。安泰ね。そう、もう向こうが来るらしい。ああ、もうモテが。もうレオンさん付き合ってください。引っ張りだということだからもう安心してます。はい、じゃあ期待しております。お願いします。はい、お願いします。いい運動ですね。相当運動だよ。ずーっと代々木公園もうこれ一周したよ。1時間ぐらい散歩してますから。これちゃんといい汗かいたわ。いや、気持ちいい休日ですね。心なしかちょっと体でかくなったんじゃないですか。そうでしょ。基本が小さいから作りが。この後はカフェに。でもちょっと一回疲れたからね、一旦カフェにぶち込んで。俺はタバコ吸わなきゃ死ぬ。趣味が詰まった空間ですね。デザインもしてんのかな。このホイールっていうバイクのブランドだから、こういうのを使ってこういうのカスタムしてんじゃない。 NBA のプランタースコールの。ああ、もう寝る時間だよ。2時。あ、いやでも久々にこうロードワーク出ると、うん、いっぱい女の子いるね、うん、街に。そうだよ。びっくり、ちょっと刺激的だった。ちょっといつも何もういないと思ってた、うん、街には、うん、いないと思う。結構いるんだよ実は。あれワイパー直してきたけど私うわパタンってやってきて、あれ隣のタクシーワイパー当たっちゃってます後ろの。結構おもろいな。大人になって堂々と嘘つくとか結構おもろいよね、うん、堂々と嘘つくからね。ここがねちょっとね、今までさ、彼女にも嘘ついてたの？つかないよ。俺がつく嘘は誰も傷つかない嘘だから。本当くだらないな。例えばなんか財布からお金取ったでしょって言われて取ってんのに取ってないっていう、そういう嘘とかはつかないから。どうでも誰にも何の影響もない嘘を平気でついちゃうから。やばいよ、それ癖になってるから。楽しいね、あまりやみつき。その後嘘っていうのがなんかね、嘘も言わないこともあるからそのままそれが事実だと思って過ごすやつがいるってことらしいので、皆さん気をつけてください。いやー、いい休日だわ。有意義。バーガー食って、うん、緑感じて散歩して体動かして。結構歩いたよね。今日何歩歩いたの見てみよう。よそ何歩。1500。お前さ普段歩数とか見てないでしょ。1500なわけねえだろ。え、多いってこと？ 6000キロ。え、何それ。そういうアプリ入れてんの？なんか歩数アプリあるよ。キモ。お前やってることジジイやんそれ結構嫁と一緒に今日何歩歩いたかとか話してる。俺マジで歩かねえ自信あるぞ。1日100歩とかじゃない？ギリね。ほんと。じゃあ早めに今日も解散ですね。だから嫁さんいるからね、家族いますから。僕はもうこの後何もないんでね、パチンコでも行っちゃおうかと思っちゃってますから。映画とか見ないの？絶対寝る。そんなん見たら今は眠いモードなの？なんか最近俺なんかよくさ、寝てないとかっていう話してたじゃん。寝てないじゃん。最近思ったんだけど、なんか寝てない話するのダセえなと思って。あ、気づいた。なんか中二病極めし者みたいな感じやん。いや俺今日マジあんま寝てねえからさとか、なんかダセえじゃんちょっと。それ最近気づいた。あんま言いたくないけど、今日もね4時ぐらいに寝た。夜の朝ので6時ぐらいに起きた。あ、まあ実際あんま寝てないつまりかっこいいってこと？まあ若干中二病入っちゃったけど入りたくないけど若干入っちゃった。でもね、それってなんか言いがちだよね。仕事でもさ、今日全然寝れなかったんですよみたいな、よくあるし、よく言っちゃう。まあ俺ら永遠の中二病だから寝てないのかっこいいもん寝てないのなんかかっこいいから。寝てないのかっこいい。あ、すげえ、なんかこいつパワフルやんって思わせることできるから、相手にしてだし、そこまでやっぱやれるやつすげえって。じゃああんま寝てないかな。全然寝てない。今日はまだでも帰ってもまああんま寝ないかな。寝てんのにでもさ、寝てないっていう人もいるよね。それはやばい。俺ガチで寝てないからさお前中二病ついたよガチだから、本物の中二病だから全然寝てないもん。寝ないのかっけえと思ってるし。あ、そうなんだ。マジマジかっこよくてやってんだ。幅広くは切ってんの。幅広く対応していきたい。お疲れ様でした。